おはようございます。おはようございます、お名前お聞きしてよろしいですか。はい、土井昌司と申します。土井さんはどちらにお住まいなんでしょうか。三男町火事です。ということは今日ねこの訪れております、三男の工業団地の今フランスベッドのねちょうど入り口前にね。そうですね、ちょうど綺麗なこれは日時計ですね。そうです、日時計です。あの私あの丹波市内うろうろしとんですけどこんなのあるって気がついてなかったんですけど、これ今できたわけじゃないですよね。そうです、これは昭和47年の5月の10日です。設置されたのはだいぶ古いですね。50数年昔かなと思います。ということは今の若い人ね、ほとんどご存じないでしょうね。ね、言うたらああそういうことかいうぐらいなことになるかもしれません。ということはこれ昔の氷上郡の時に四五線の通る町ということ で、 そうです、青垣氷上三男ね通ってますので、それぞれねモニュメントをあの青垣氷上はねあのちょうど道路の脇にね E の135ってね書いたのが立ってますから、はい、立ってます。気がついてたんですけど、私ここはほんまに初めて今日来まして、えこんな日時計立派じゃないですか。ここのが一番あの一番先で一番大きいんじゃないだろうかと思います。丹波市の中で、はい、もう他のところは私まだ見たことございませんけど、うんうんうん、はい、青垣の写真だけはある人から見せてもらったんですよ、はい、そしたら綺麗なと、うん、ここは恥ずかしいなと地元に住んでおりながら、うん、あ余計にね。そうですね、はい、そのように思いましたけど、あほいでまあいいやジャングルのような状態やったということですか。そうです。ということは道行く人も気が付いてなかったんですね。まあ、分からんでしょうね、はい、あそれをこれなんとかせにはいかんということで、まあ、地元で思い腰を上げたというわけでございますか。そういうことですね、まあ、誰かに一人に相談すれば、はい、まあ、あの動いてくださったら、綺麗になって、はい、また道行く人も振り返る、うん、はい、形になるんじゃないかなとは、うんうん、私は思いますけど。あですね、ほんで、まあ、思いが叶ってこのジャングルがこう取り払われてこれもう道路からもう丸見えではっきり言ってもう何があるかね、そうですよく分かりますよね。でこの場所はもうほんまに道路沿いのね一番良いところにねありますね、取ってあるので、これまあ憩いの場所にもねなりますよね。でこれ前駐車場これも自由に止めてよろしいんですかね。まあフランスベッドさんのことやかに、ね、いいんじゃないですかね。あのまあ、あの聞いてみなら分かりませんけどいかんとは言うてないでしょ、はい、ほんでこの記念碑がねちょうどその時の、立ってますので、じっくり見ていただいて、でこれもちょうどその時がこれ三男町の合併15周年記念事業ということでね、そうですされたように書いてありますので、非常にまあその当時は、ね、立派なものでね、かなりのイベントでされたんじゃないかと。東京館はね、どなたがお世話をしてくれてちゃったかは分かりませんけど、はい、ここ30年以上の年の間は何にもなかったですよ。ああほんまですか。だから木ぼうぼう草ぼうぼう、ほんなもう原生林の状態やったわけですね。そうです。なるほど。で、まあ、ちょうどね今日はね記念の花を植えられるということでね。そうです、2020年の6月の今日は27日のね27日です。土曜日、ね、梅雨の合間ですがね、良い天気になってよかったですね。そうですね、これでまた通る皆さんも、はい、気がついてまた泊まってみていただけるようなことになるんじゃないかな。そうですね、と楽しみにしておいてもいいかなと思います、はい。まあ、反対に言うとこのラジオを聴きの皆さんはまあ一度泊まってねゆっくり見て、ね、先人がねこんなのを作ってはったんやということをね、じっくり見ていただきたいですね。はい、それじゃあ土井さん今日はねありがとうございます。どうもありがとうございました、はい、またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。あ入りましたね、はいはい、おはようございます。おはようございます。地元を代表しまして一言四五線、はい、これは非常に、重要な線でございまして、はい、まあ、今市長とも話しましたが、ええ、これは緊急避難用にも非常に大切な道で、
はい、現状は宮枯街道という名前をしていますが、はい、最終的には四五線の通る、南北に通ずる重要な拠点として、はい、考えております。というわけでその中でこの四五線通りの記念碑が三南町にございます、はい、この記念碑をこの度リニューアルしてきれいにして、はい、皆さん方にも知ってもらって、丹波市の兵庫県の中の丹波市の、はい、存在の意義、はい、並びに今後ますます発展していきますように我々は考えております。皆さん方も通った時にはこれフランスベッドさんの敷地のところにありますから、はい、そういう時は必ず見てください。綺麗にお花も飾っておりますんで、はい、それを見てください。はい、以上です。あ、その前に自己紹介を抜けてましたね。それから自己紹介、後からで結構です。はい、お名前お聞きしてよろしいですか。稲継義和と申します。はい、ここの地元の生まれで、はい、この近くに、田んぼもありまして、それをフランスベルさんに売って、はい、ということで、地元が繁栄するこれ工業団地ですので、はい、非常に、発展するんじゃないかというふうに思っております、はい、以上でございます。ありがとうございます。はい、もうお名前お聞きしてよろしいですか。吉野健一と申します。はい、吉野さんはこちらのイベントというかはどういう関係になるんですか。話すと長くございますか。そうですね、もう10年以上前からの四五線のこういう標識 の、研究をしておりまして、はい、それでまあ、この標識が、ずっと前からこう、はい、なんかこの木に覆われて、なんか悲しいなと思ってたんですけども、はい、それでちょっともうなかなか綺麗にならないんで、はい、ちょっともう自分でちょっと何とかしたいなと思って、それでまあフランスベッドさん、まあ、まずそしたらこの土地がまずこれ丹波市のものなのか、はい、フランスベッドのものなのかというのはちょっとまあもう家庭に入って仕事はできませんから、はい、まあ、一応聞こうと思って、それで丹波市の方に聞いてみたら、ここはフランスベッドさんの、はい、まあ、土地だという、なるほど、ことで、それでじゃあもう、はい、フランスベッドさんの方にまあ私でなんかちょっとここボランティアで、うん、できませんかっていうふうに聞いたら、まあ、はい、まあ、それはちょっといろいろあってできませんということで、はい、それでまあなんかで たまたまそうするとその時に、うん、地元の方がやっぱりそういうふうに、はい、私と同じ思いを持ってる人がいるっていうことを聞きまして、はい、それで今日こういう話に、なったという。そうですか、まあ、いや今回のこのイベントの、まあ、発起人みたいなことになりますね。いや、まあ、私の発起人かどうかはあれですけども、まあ、地元のね、まあ、本当たまたま偶然なんですよね。協力も、偶然にそので、はい、その丹波市 の、まあ、市役所の方に相談したら、はい、たまたまそのこの地元 の、まあ、家事の方が、はい、まあ、そういう思いを持っているということで、はい、じゃあぜひ一緒にやったらいかがですかということだったんですね。あ、なるほど。いやでもうまいことタイミング本当にすごい、なんかもうこれはもう感動しました。会いましたね、なんか奥さんちょっと前の方へどうぞ。カメラ向こうですか、ちょっと向こう見せんですいません。奥さんもほしたら四五線をずっと毎夜訪ねて一緒に歩いてはったんですか。そうですね、最初は夫が好きでくっついてただけなんですけど、はい、いろんなところ行ってみると、はい、いろんな土地の人がいろんな思いで、はい、標識を作ったり、はい、それを誇りに思って作ってるのを見てすごい面白いなと思って。あ、はい、そうなん、いや、はい、僕ちょっと聞いた時ね、まさかそんな四五線を訪ねて歩いてるって妙な趣味の人やとごめんなさいね、思ったんですけど、最初は多分そう思ってらっしゃったんちゃいますか。でも意外と、はい、この線が決まってますよね、135度って決まっていて、その道を歩いてると自分で今まで知らなかった標識を見つけたりする体験もあったりして。そういうことか、反対にその四五線以外の標識もね目が行くようになってという意味ですか。いや違うんです、四五線の標識を、標識だけを、はい、だから今まで例えば、はい、明石の天文科学館が、ここにありますよっていうふうに把握していない標識が、うん、はい、実はいろんなところで
いろんな人が建ててるっていうのは。そうなんですか、県内いっぱい。そうですね、私もそんなん全然気にも留めてなかったんですけど、こういうのを建てたってどっかで申請する必要ないですから、はい、だからそういうデータをまとめてる人はいないんですよ。だからまあいないことはないんですけど、やっぱり完璧じゃないわけですから、うん、でやっぱりそういうのを調べて、まあ、とにかくどこにどういうものがあるかっていうのをちゃんとデータベース化しようという。で、まあ、当然単なるデータベースだけじゃなくて、建てた背景があるわけですよね。どういう思いとか、まあ、当然その時間、時期的なものもありますし、そういうまあ文化的なもののことを調べて、でそういうものをちょっと、まあ、やっぱり後世に残そうかなあかんなという、そういうちょっと思いでやってます。あ、そうです。あ、ちょっとその最初のきっかけは、その四五千じゃなくてもいろんなものありますよね。そうですね、いろんなものに対してなんですけど、まあ、でもやっぱりそういう意味では僕、はい、私もともと石川県の人間なんですけども、はい、でまあ、神戸にちょっと縁があって仕事で来ることがありまして、はい、でそのまあ近くに135度通ってますよね、はい、でそういう、まあ、日本標準樹脂5000が135度っていうことは知ってたんですけども、はい、でまあ、当然明石の天文科学館は、まあ、分かってましたけども、まあ、それ以外になんかこういうのがいろいろあるって、兵庫県の人とか、まあ、京都も含めてですけど、うん、その人たち皆さん自分たちがこの自分たちの町にその樹脂5000が通ってることを、はい、まあ、誇りを持って、うん、でこういう標識をいっぱい立ててるっていうことを知って、はい、まあ、これはやっぱり、はい、でこんなもん語れるのにやっぱりそれはすごい金かかってますよね。お金は確かに、ね、金も時間 も, 場所 も, エネルギーもかかってますから、でその思いをやっぱり、はい、まあ、無駄にしてはいけませんよね、うんうん、やっぱり後世に残さないといけないと、はい、で、まあ、そういう思いですね。なるほど。ほんでそれたまたま丹波市来たら青垣町は道から見えるし、そうそう、氷上町も、まあ、見えんことないし、でここが一番もうなんかこう、そうなんか立派な広家あるんですけど、はい、なんかいつも草ぼうぼうだなと思ってて、そういうことやったんですね、これちょっと地元としてはちょっと恥ずかしいですね。まあ、ちょっとまあ、やっぱ三男町と、はい、まあ、合併して、はい、ちょっとなんかこう管理者が、うん、昔は三男町が多分管理者だと思うんですけども、合併して、はい、丹波市になって、なんかこう誰が管理してるんやろうという状態になってましたよね、はい、なるほどね、じゃあまあこれはほんまに良い機会を、まあ、すごいもういい機会です、ね、与えていただいて、もう こんな立派になるとは僕も本当にちょっと夢のようで、もう本当にもう、そうですか、私の、まあ、2020年の、はい、多分今年のもう最大のイベントですね、これは。いや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 、本当に、ああそうですか、それから嬉しいことです。まあ四五千のいろんなね記念碑はあるけども、まあ、その中でも唯一、そうです、もう一生涯忘れられないという、そうです本当に。で当然、ね、はい、私一人が頑張ってもできることじゃないので、はい、やっぱりこう地元の人たちが、こうやって、まあ、再発見してやってくれるというのが本当に嬉しいです、なるほどね。いや今日は本当に良い、ね、天気も良くて、ここでまた花を植えられると綺麗になりますから ね今度は人がね、夜ね、綺麗に、そうこれで何やろうって、綺麗になったら何やろうと思って、ね、あ、ここ四五線取ってるんやって、はい、あそうなんやということを、みんなやっぱり三男の人とか丹波の人に、はい、やっぱり再発見してほしいですね、ありがとうございます、もうね、地元を代表して、いや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 、やっぱり、もうここさ通ってないんですから確かにそうですね。で僕いつも言うのはですね、はい、四五線ずっと京都府から兵庫県通ってるんですけど、うん、はい、その四五線の長さはですね、はい、丹波市が一番長いんですよ。いや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 、ちょっと意外な気もしますね。いや本当なんですよ、一番長いんです。で明石有名です。明石って若干、まあ、約2キロです。と通ってんのは長さは。ほんまですか。ここ世界でも明石というぐらいなのに。ここ24キロ通ってます。あらまあ。一番長いんです。日本で一番長いんです。いやいやいや、そんなことすら知りませんでしたね。だからそれやっぱ丹波市民はやっぱり誇りに思うべきなんです。あら。これ一番長いんですよ。四五線の中通ってる長さが。ありがとうございます。これ、ちょっとそれこそ。それをちょっともっと大々的にアピールしないかね。そうです、今日ええこと聞きました。一番長い、四五線の一番長い丹波市ということで、そうです。売り出していきたいと思います。自信を持って。自信を持って。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、どうも、はい、ありがとう。奥さんどうも、すみません。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、お名前お聞きしてよろしいですか。山下と申します。山下さんはこの何、植木屋なかった、ごめん、ポット花をひょっとして作ってある人ですか。そうです。なんと可憐な花を、ね、香り似合わず。そうでしょ、はい、そうよく言われるんですよ。今日は、ね、四五線の通る町ということで、はい、このね
イベントのこの今、うん、ちょうど最中でございますね。この花を植える指導をね、うん、されてましたけども、はい、これ今、はい、お手に持ってはる花は何ちゅう花ですかこれ。まずね、僕から見て手前川、はい、手前川これが赤サルビアと言います、はい、赤サルビア、はい、はい。で、この向こうのピンクの可愛い可憐な花がですね、はい、ベゴニアのセンパフローレンスって言って最もポピュラーなベゴニアの種類になります、はいはい。これで、あの、なんか下にもいっぱいね、はい、今回植える、花の種類が、はい、これまたいろいろ持ってきてありますね。そうなんですよ、はい、あのやはり夏というとですね、暑すぎて、はい、暑さで植物が弱っちゃうものもあるので、ああ暑さに強い植物、暑さに強い植物を持って、はい、ご準備させていただいております、これはちなみに今お手に持ってはるのは、はい、まず、今度はこの、これなんですけども、はい、これペンタスっていう花で、何ペンタス、ペンタス、はい、ペンタスっていうんです、はい。これね、ペンタスというのは、暑さに強く、はい、とても育てやすい花で、これまたあの小さい花がいっぱいついてますね。そうなんですよ、この咲き方が特徴なんです、はい。で、あの星型の、ね、花がこうたくさんこう、はい、草のように咲いて、で夏の間、はい、暑くても休まずにずっと花が咲いてくれる。あら、花がそんなずっと咲きっぱなしなん、これ。そうなんですよ、すごい花やね。これね、この花もいいですね。はあ、これまた色がちょっとピンク系のちょっと淡い色でね、うんうん、ちょっと控えめやけども、うん、めっちゃ綺麗ね。あ、めちゃ、これ色の色あるんです。え、赤、あらま、ピンク、あら、白、ほう、紫、なんと、これで夏ずっと咲きっぱなし。咲きっぱなしですね。また大きくなってきます。なんかあの見てる方には具合花やねんけど、はい、花はえらい頑張ってますね。そうなんですよ、もう。じゃあもうこれもいろんな種類の花がね、ちょうど今日時計を中心に、はい、さすが色とりどりにうまいこと配置されて、ね、はい、さすがこの辺あたりはプロですね。何をおっしゃいますやら。これもですね、大島さん指導のもと、はい、みんなの力の協力のもとね、はい、すごく素敵に植わってますね。そうです ね、まあ、皆さん一緒に、ね、協力して植えるってところにね、はい、これやっぱ意味ありますし。そうですね、であと、まだこれね、はい、お手持ちの花、これよく見る花ですね。これね、皆さんよくご存知だと思うんですけど、はい、マリーゴールドって言います、はい、マリーゴールド歌流行りましたね、はい、そうですね、アイミョンですね。この花ですね、はい、これ綺麗な、ね、黄色とこのオレンジ、うん、オレンジね、これ綺麗、はい、な花やね。でしょ、今BGM、これ強いよね、これめちゃ強いね、これね、めちゃ強いんですよ、うん、夏のね、これも同じように暑さに負けず、はい、しっかり咲いてくれるマリーゴールド。これも花長いね。これ長いです、どんどん咲いてくれますね。すごい花ばっかりね、頑張ってくれる花ばっかりですけど、はい、そうなんですよ。ただね、はい、これもっとすごいんですっていうのは、はい、このマリーゴールドっていう花を、はい、綺麗なって植えるだけではなく、はあ、虫であったり、はい、病気はちょっと言い過ぎかもしれないんですけれど、うんうん、虫を防除とか予防してくれる効果があるんですよ。あら、まあ、虫が嫌い な、はい、な液体を根っこから出すし、葉っぱからもそういう匂いを出してるんです。あ、ほんなら、まあ、いや、虫のつきやすい花の横に置いとくと、はい、それをこのマリーゴールドが虫さんあち行ってねっていうことで。そうなんです。へえ、すごい。もう少し説明させてもらうと、今日はなんかラジオ聞いてる人お得やね、はい、いや、そう信じたいですね。いや、これ山下さん、はい、うん、何屋さんですか、もう一度聞かせてもらっていいですか。僕はね、はい、農家です。へえ、何を作ってあるんですか。僕ですか、はい、いろんな花作ってまして。花を作ってあるの。はい、似合わへんな。そうでしょ。僕もそう思う。ほいでこんな詳しいわけです。いや、今日はいろいろマリーゴールドってすごい万能ですね。そうです、これね、マリーゴールドちょっと、はい、語っちゃうんですけど、まず根っこからはね、はい、その線虫っていう土の中の虫が湧いちゃうんですよね、どうしても土壌の中に、はあはあ、それを防ぐための液体、はい、液体って言ったら言い方おかしいですけども、はい、成分が出て、で例えば大根とかを植えるときに一緒に植えると、あ、大根の間にそう、こう挟んで植えてあげたりすると、花も楽しめるし、大根も食べ美味しくいただける。あ、ほんま。あとね、はい、そのなんていうやろ、アブラムシとか、はい、あとアザミウマっていう葉っぱにつく虫があるんですけど、はい、そういうのをもう嫌がるような成分物質がね、この、はい、葉っぱから植物から出てるので、うん、例えばキュウリであったり、はい、ナスビであったり、トマト、
植える時の近くに植えてあげると、はい、またその辺につく虫を予防、うん、あれめっちゃ虫来るやないですか。そうなんですよ。虫ももう嫌っちゅうほど、うん、あ来るでしょう、それをちょっとですね、はい、ね、こういうマリーゴールド置いてあげることで、はい、原農薬で作ったりより体に美味しい形のいい、ね、野菜が収穫できたりするかもしれませんね。すごいいいこと聞きました今日。いえいえ、ね、こんな四五線のイベントに来て、はい、花のうんちくまで聞けたっていうのは今日私の収穫で。でもね、僕はね四五線についてちょっと勉強したんです。反対ね、北極と南極のある地点を結んだ線の上にここがあるんですよね。そうなんね、この三男町が通ってるんですよね。そうですよね、これすごいことですよね。そうですね、ね、もう線と一本ですよね。そうですね、しかも日本の標準時間を決めてる、はい、ね、ね、線、それが四五線で ね、はい、しかも今日そういうところにこうやってねお花植えさせていただけるっていうと、僕ももうすごいね思い出になりますね。そうですね、今日はほんまにもう小さなお子さんから ね、そうですね、いろんな方 ね、 いろんな方がねお見えになられ て、ね、はい、本当に楽しいイベントになってるし、はい、でこの前道通る人、はい、昨日、この間まで林だったの、何が落ちてきたのって感じですね。そうですよね、何って感じでね、みんなこう目を止めたりね、でそれでまたこの、なんていうんで日時計がね、注目されて、ほんまやね、ね、四五線に興味持ってもらえる方がね、増えると、はい、これ絶対増えますね。増えますよね、これ多分ラジオ機の皆さんがね、はい、殺到されると思いますので。いや僕もそう思いたいです、ね、はい、それを信じて今日はしっかりとみんなで植えたいと思います。そうですね、ほんで、はい、まあ、今さっきも聞いたんですけど、はい、丹波市っていうのは、四五線が一番長い距離通ってる。あ、そうなんですね、うわ、そこ僕全然勉強不足でした、ね、そこちょっと、はい、今日のポイントね、ポイントです ね、 ね、でも丹波市といえば、はいはい、有名な歌ありますよね。あ、今流れてますか後ろで。あ、そうですね、ね、はい、北田くんの。あ、ほんまや、僕の同級生北田くんの。 そうでしたね、はいはい、一緒にこの歌を流しながら、はいはい、四五線を語り合えたらいいですね、はい、ほんまです ね、ちょっと今ね、はい、イベントごとがね、みんなかん、はい、なんやかんやんでね、そうですね、ちょっと中止になってるので ね、はい、やっぱりこういうね、はい、楽しいイベント、はい、ね、将来に、ね、うん、つながる、はい、ね、そうですね、記念的なことでやっていただいてね、はい、本当に地元の人も多分嬉しがってやろうね。いや、もう本当嬉しいと思いますね、はい、はい、ね、はい、胸を張って四五線の通る街をね、はい、これからも宣伝していきたいと思います、はい、僕もです、はい、マリーゴールがそれをまたこれ今日このマリーゴールの効能を聞いただけでもちょっと感動していただけたら嬉しいですね。めちゃ感動しました、はい、知ってるよって方もいると思うけども、はい、マリーゴールドでもう一本出演していただきたいと思います。わかりました。じゃあ今度はアイビオンになってみます。アイビオンでね、はい、了解いたしました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。おはようございます。おはようございます。今日はね、三男町の、はいはい、工業団地ね、フランスベッドの前にあります、はい、いや工業団地なんですけど、はい、実は、ここは火事の一番地、私が工業団地が一番地ということで。そうなんです。この花時計が火事の、三男町火事の一番地。そうです。あ、まあ、もちろん工業団地なんですよ、はい、それは間違いないんですけど、1、2、3、1番の三男町火事の一番地なんですよ。なるほど、一番地にこのまたこの135号線じゃなかった、うん、そうです、135号線、ね、はい、ね、四五線の通るこんな、はい、ね、日時計があったってことね、はい、今日まで私も知らなかったんですけど。いや、私はここで生まれて育ったものですから、はい、私がこう前にも、お話ししたと思うんですけど、はい、私が高校時代に、ここが、はい、フランスベッドになったんです、はい、で47年、私がまさしく17歳、あったんですね、その時は。誰もいない海です。その頃に思い出せませんけど、その頃に、この日時計ができたんですね、はい、はい、で、はい、その後なんか今さっき話聞くと、はい、道通ってもこんなんあったんって。少しの間は何でもなんですけど、はい、その持続可能って今よく言われますけど、それではなかったんですね、はい、それがこうかわいそうなことに、草で覆われてたんです、はいはい、で今日はそれがね取り払われて。あ、そうなんです。で、これをたくさんの方に来ていただいて、ね、また綺麗な花、そうなんです、私でしょうか、ね、花でしょうか
ね、まあ多くの皆さんと一緒にね、はい、こうして植えることがまたね、そうなんです、ね、話題にもなりますしね。そうなんです、今後ね、はい、みんなに四五線の日本一長い、はい、通っている市ということで、はい、覚えていただきたいなと思ったりして、すごいですね、はい、すごいですね、今日はほんまにもう知らなんだことがね、そうです、いっぱい丹波市内も広くございますから、そうなんですよ、ね、8カ所も通ってるんです、すごいですね、そうなんです、吉野先生って神戸大学 の、はい、先生と、はい、一緒にこの作業をさせていただいて、はい、で子どもたちも小学校4年生の社会で勉強するらしいんですよ、はい、だから和田小学校も自転車でここまで15分ぐらいで来れるんですよ、うん、はい、それで和田小学校の方へも行かせていただいて、うん、ぜひ小学校の社会に役立ててほしいと、あ、ほんまや、行ってきたんです、うん、はい、段取りがいいでしょ、子どもも喜ぶし、そうです、この前はねもう多分車に乗ってね、はい、しょっちゅう通ってると思うんやけど、あそこにあるで、3年生から自転車も乗れるようになるので、うん、4年生になったらちょっと、うん、用意して乗れるような時期になると思うんです、はい、でその子たちが、うん、その明石まで行かなくても、はい、ここにこんなに素敵な、うん、日時計があるんやっていうことを勉強してほしいなと思いまして、はい、いやいや今日はええことばっかり聞きました、 ありがとうございます、はい、もう終わりなんですかね、もう時間の都合でね、この辺で、まあそうですか、ありがとうございます、1時間ほど喋り続けられると思いますので、そうですね、もう1日、はい、2日3日と話したいですけど、もう早終わりですか、はい、でございます、ありがとうございました、今日は、ね、本当に遠いところありがとうございます、出ていただきまして、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、もうみんな心に残ると思うんです、はい、今日の日が、そうですね、はい、はい、ありがとうございました。